強行着陸は無理に着陸すること。具体的には飛行場の航空管制官らの指示を受けず、または従わずに着陸を行うこと。沖縄に強行着陸した後の97式重爆。アメリカ軍が撮影した写真。戦争時に敵の飛行場に着陸した後に搭乗員が脱出し、施設の破壊や広報拡乱などを行う。第二次世界大戦では、 トンガ作戦、記号作戦などが実行された。亡命の意図を察知されぬよう、飛行に必要な更新を途絶したまま着陸を行う。ベレンコ注意亡命事件など。2000年代以降の中華人民共和国の大規模空港では、到着機が集中して混雑が慢性化。燃料を消費する、空中待機を嫌い、燃料切れ寸前を宣言して、順番破りをする。 航空機が見られるようになった。こうしたケースが激化し、2011年には、吉祥航空の飛行機が完成の指示を無視し、強行着陸する事態が生じた。基調の完成無視事件、背景に嘘多発、差別横行、サーチな。 h t t p w w w a c i t e c o j p スラッシュニューススラッシュ chn 即2011831セルチャイナ201億1083万 1027HTML2012 年11月22日閲覧ありがとうございます